不正じゃありません。はい。問題なければ、もう早速挨真拶面か目。ら。はい。HN さんもいらっしゃい。はい。どうもこんばんは。底辺の王と書いて、帝王って読む新帝王です。この時あ、間はこっ平ち。日夜の部ということで、はい。ごこめさんもいらっしゃい。はい。プレステ2版のドラゴンクエスト5、仲間モンスター199匹、ジョンズフルコンプ、プチュプリスト3匹目から、はい、再開していきますね。よろしくお願いします。今日はちょっとニコ生のメンテが1時半からあるらしいんで、今日は1時間半枠でちょっと短縮版でお送りいたしますんで、あらかじめご了承ください。はい。この挨拶すっきりしないよな。そうですか、ロコムさんいらっしゃい。すっきりしないよなって言われても。ふん。はい、チョモさんいらっしゃい。明日はもうやめたんですか。なんかキャラに似合ってないというか。キャラ、どんなキャラですか？意味がわかる。どういうことですか？僕のキャラってどういうキャラですか？帝王277時間再開します。わこつ。はい、8級コメさんもいらっしゃい。はい。今から始めるとこです。よければご最覧に近なって俺て。もそう思ってきた。何がですか？ 意味がわかりません。なんで挨拶が似合う似合わないとかね、そういう挨拶ってね、その社会人としてのね、人のね、当然の礼儀としてね、やるべきもんですから、最合初うはこ合わないのと。挨拶合ってると思ってたけど。はい。何ですか？どこが合わないっていうんですか？そこはちょっとよくわかりません。帝王、同じモンスターって何匹までストックできるの？もっはとい、切れ気味な方が合ってると思う。切社れ会気味人じ意味ゃがわないかりのまにせん。社会を語るなよ。いやいや、そうですけど。同じモンスター一応3匹までですね。だから、一応1種類3匹まで最大ですね。はい。まあ、やっていきましょう。もっと切れ気味な 僕そんな切れてますかね？いや、だから何度も言いますけど。だから僕切れてないですから、ね、なんかね、リスナーさんにそれなんか切れてるようにね、見えてるのかもしれませんけど、本当に全然切れてないんで、別にね、本当に切れたらね、もう、何やってんだってめってね、そんなもう、ね、もうあれですから、別に切れてはいないですから、切れてるように聞こえても、それが僕の普通ですから、じゃあ、帝王もモンはスい。ターだから3匹までストックできるんだね。そういうことになりますかね。まあ、ただね、僕自体は1匹しか存在してないんで、ストックは3匹あ、までできても。そのくだりは何回も 聞いなた。んですか、だから。いや、別にいいでしょ、今更挨拶ね、変えなくたって。何もそんなね、挨拶に5分も10分もね、費やしてるっていうのも話もね。たかがね、30秒のところの挨拶、別に いいじゃないですか、別に。リスナーを軽く流してよ。流してないでしょ。この程度のゴミ無職は山ほどいる。いやそりゃいますけど。明日休みだからようやく夜の枠に来れた。わこつ。ああ、はい、どうも、19コンサーいらっしゃい。ああ、そうなんですか。いや、申し訳ないですね。じゃあ、その言い方だとね、普段、てか、前、昼の枠でね、見られてたってことでしょうけどね、申し訳ないですね。一応今、ね、プチプリストの3匹目まで進んでますっていうか、あんまり進んでませんね。言ってね、1日2時間しかやってませんから。まあね、プチシリーズもちょっと出にくいからね、ちょっと時間が、っていうか進捗があまりペースが上がらないんで、しょうがないっちゃしょうがないんですが、さすがに今日はこいつね、3匹目だけでも終わらさないとですね、1時間しかね、今日ないんで、あれですけど、まあなんとか頑張りましょう。
このペースだとヘルバトラー何日かかると予想？1日2時間じゃねえ。だってハグレメタルで70時間ですか？うん。だからヘルバトラーがもしね、それぐらいの確率で来たとしても、まあ、だから35日間ですか？うん。だから大体1ヶ月ってことにはなりますね。だ今、10月、もう10日ぐらいでしょ？うん、年越し確定。そうですね。年越し日ね、どう考えてもなっちゃいますね。ねえ、そのヘルバトライアンにもね、まだメタルスライム、メガザルロックも残ってますからね、うん、そう考えると確かにベースとしてはあまり、うん、まあじっくりやっていきましょう。今更慌てても。年末カウントダウン枠とかやるの？うん、まあね、年末年始でなんかやれたらいいと思いますが、ドラクエ5はやりませんよ。多分。もうさ、こういう作業で長時間配信はちょっと無理なんで。うん、しかもね、現状ただでさえね、もう一つレベル上げの作業がね、あるっていうか、うん。しかも場合によってはね、さらにもう一つね、作業枠っていうか、ペルソナも、ちょっとレベル上げやろうかなってちょっと考えてるぐらいの始末ですから。うん、まあ今日の目標にも書いてありますけどね、さっきペルソナ、ね、ちょっと、あまりにもひどすぎるっていうか、あのゲームね、ファイナルファンタジー8どんな感じなの？今、レベルスコールとキスティスが81ぐらいまで上がったんで、まあ今日のね、明け方はメンテがあるんで、できませんけど。剣が使え、何ですかそれいきなり。24個目さんいらっしゃいますよ、はい。だからまあ、明日の早朝枠の3時間ぐらいのレベル上げで一応100にはなると思うんですよ。はい。おなに。はい、痩せたいさんいらっしゃい。はい。何ですか、いきなりそのテンガだとかオーナーとかね。うん、で、まあね、まあその FF8 は、まあそれでもあるんですけど、うん。で、ちょっとペルソナもね、なんかやっぱりね、セーブ、中断セーブがね、どこにあるかって、なんかあんまりそんな潤沢にね、いつでもどこでもセーブに困るってわけじゃないって感じじゃないですよね、あのセーブポイント見ると。ね、本当にね、1時間とか2時間とか、いや、もっと下手したらそれぐらいだから、あんまりセーブと中断って、だからいつでも中断できるって、そんな状況ではなさそうなんですよね、僕が見た感じ。で、しかもね、その上でね、やっぱダンジョン探索時間かかる上に、戦闘もね、やっぱり、敵が強いとやっぱりね、すごい時間かかりますからね、雑魚戦でも1回で。うん。だから僕としてはちょっとなんかそういうことも含めて、ちょっと雪の上辺、あのね、ちょっと今、ペルソナ見てるね、リスナーさんいるか分かりませんけど、もう一回ちょっと仕切り直してんですが、もう一回最初からやり直して、その雪の上辺のとこに入る前のとこでちょっとガチガチにちょっとレベル上げようかなって思ってるんですよ、うん、最悪ね、その少なくともね、最初のとこでその多分学校戻る前ですよね、病院終わって、そうしてほしい、ポジティブ、うん、ああいいですかね、その学校から、じゃあ、病院から学校、いや、珍しいじゃないですけど、別にもう、僕はあのゲームもうすごい大嫌いになりましたけど、だけどもうね、その途中で投げ出すっていうのはちょっと僕は、ましてやね、RPG でね、それでちょっと投げ出すっていうのはちょっと僕自身のちょっとなんかプライドにか、プライドっていうのはもうなんかあれですけど。私は嬉しい。そうですか、うん。じゃあなんとかね、そのね、バッドじゃなくて完全なグッドエンド、あれでこそ真面目、そうですかね、グッドエンド 見るためにもう一回最初からちょっとね、ガチガチにレベル上げて、昨日枠を増やさないと言っていたにもかかわらず、はい、今まさに枠をさらにも受けようと、いや、ちょっと待ってください、違います、社会人になるのも諦めるな、違います、違います、ちょっとまあその辺はもうちょっとあの後で今詳しく説明しますから、うん、まあだからね、その病院出て、そのモンスターが出るようになったところでガチガチに
ね、金も貯めて、レベルも上げて、少なくともね、ペルソナも、その初期のやつから、ね、新しいの変えるぐらい、もう時間がどんだけかかろうが。一番難しい塔からしっかり攻略しようぜ。なんでですか？なんでそんなに、そこまでやりたくないです。全然枠を作業枠にするってこと？いや、だからそこをちょっと、まあ待ってください。今説明しますから。だから。まあ皆さんもご存知の通りね、そのペルソナ終わったら一応、ファイナルファンタジー8やる予定ですよね。うん。で、まあそのファイナルファンタジー8もね、多分ね、最初、レベル100でやりますんで、キャラをね、その都度、新しく追加されたら、まあ100で上げる作業がありますんで、うん。だからその前にも話しましたけど、ペルソナやって、ファイナルファンタジーのキャラね、スコールとキシティス、レベル100に上げ終えたら、その時点で、そのペルソナを一旦中断して、ファイナルファンタジー8の本編を、始めて、それでまた、その、新規キャラが入ったら、その時点でまた、FF8 を、その、ね、早朝の作業枠で、レベル上げに始めて、その間にまた、ペルソナをって感じですけど、うん。だから、それでしたら、そのね、ファイナルファンタジー8を進められるときに逆に、そのペルソナを早朝で、そのレベル上げだけの枠でやろうかなって、そう考えてるんですよ。まあ、だどっちもレベル上げってことになったら、一応ペルソナを夜の枠で一応レベル上げやりますけど、はい。だから、当面そのファイナルファンタジー8とペルソナをなんか交互に、切り替えながら、うん、レベル上げを早朝にやるって感じで進めようかなって思ってるんですよ。うん、まあちょっとね、わかりにくいっていうか、いろいろリスナーさんにはなんかいろいろ面倒になるかもしれません。作業枠と作業枠を並行するってことでいいすか？はっきり言いますと、配信ゲーム増やしすぎたのが帝王の失策。うん、だからそうですね。だからもうこれじゃ増やさないです。うん、だから今もうさすがにこれじゃ枠を増やさないんで、ここからもうね、ちょっとダビスターでも何でもクリアして、もうこれ以上枠は増やしません。もうちょっとね、消化っていうかいろいろ整理します。一回しょうがない、うん、そうですね、うん、そうですね、失策って言われてもしょうがないですけど、うん、まあそういう感じでちょっとやっていきますんで、うん、まあ、とりあえずファイナルファンタジー最初の方なんかゲーム2個しかやってなかったっけ、はい、いや最初は本当に1個だけですよ。ドラクエ5だけですよ。ドラクエ5で6時間ね、毎日やってました。それからね、昼の部ってことで夜の部も新たにってことでドラクエ3追加してね、それからいろいろ追加してってなったら今の惨状にちょっと行き着いちゃったんだよ。まあちょっといろいろね、消化というか整理って、どうせ今お金ないからね、新しいゲーム買えるわけでもないですし、うん、ちょっとね、枠を減らす方でちょっと当面努力します。ゲームクリア、今ある枠の、うん、ダビスタとね、まあドラケンちょっとまだまだかかるでしょうけど、まあそういう意味じゃね、スパロボももしかしたら第3次まあクリアできるかわかりませんがもしクリアできたらスパロボもちょっと一時中断ってことになるかもしれません。ドラクエ3くらいの時間で終わるのがちょうどいいよね。ちょうどいいですかね。だってドラクエ3だって結局テイク4ですか、4周したんですよ。あれだって結構トータル何時間かかりました。まあね、時間がかかってくれる分にはね、お金のない僕にはね、結構ありがたいっちゃありがたいんですが、なんかね、そのやっぱりね、そのコミ100人突破記念とかね、コミ200人とかね、そのあと一番ね、ダメだったのやっぱ3連休っていうことでね、なんかその特別枠で別のゲームやるっていうのがちょっとまずかったですね。そのね、枠内でちゃんと終われればよかったんですが、いや、これのダビストとかもね、クリアできないからね、ちょっと僕個人のね、市場ではあるんですが、なんとかね、凱旋も取れるまでやりたいっていうのがまあ、あったんで、うん、枠増やしちゃったんですよね。だからちょっと本当にこれ以上あれしたんでね、その
お知らせに書いてあるそのコミュね、200人突破記念のね、なんか枠も。ヘルバトラーひたすら3連休借りしてればよかったのにね。嫌、はい、ですよ、そんな僕が疲れて。ね、モチベーション、テンション、だだ下がりですから、ドラクエ5はこれ以上、時間は伸ばすことはありません。やっぱ本当単調な作業はそうそうできませんよ。いやまだねレベル上げだったらねレベルが上がってくってね強さを楽しめるっていうのもあるんですけど、こっちは運ですからね本当に。僕みたいな運のない生主だとね本当にいつ終わるかねわからない作業が延々と続くっていう状況ですから。だからね、本当に、ちょっとね、ゴールが見えないっていうのは本当にね、苦痛でしかありませんからね。皆さんだってね、そのね、仕事とかの作業でね、何時までっていうのがもしね、なくて、ね、俺が指示するまでお前ずっとやってろって言われて、モチベーション続きます？持たないでしょ。まあね、うん、そういうわけなんでとりあえずねちょっと当面はだから本当にまあね11月にももしかしたら3連休あるかもしれませんけど、とりあえず既存の枠をちょっとね消化するってことで優先させてください。無理するなよ。うん、無理はしてませんよ。あとだから200人のね枠突破記念の配信枠もどうしましょうかね。一応ね昨日はねリスナーさんと接待麻雀ってことでねやろうかなとか考えてるとか言いましたが、これもね下手にねまた麻雀ねリスナーさんからやろうやろう言われたら、体に気をつけてな。まあ大丈夫です。まあね今日はドラクエ5終われば一応メンテあるんでもうそれで寝る予定ですけど。でもね、なんか寝れるってなると、なんかいざ寝ようとなると最近。帝王が倒れたら誰をいじめればいいかわからないだろう。そっちの心配ですか。大丈夫ですよ、そんなに。うん、まあそういうわけなんで。まあなんとかね、ちょっと、いろいろちょっとごたごたするところあるかもしれませんが。帝王嬉しいお知らせだ。はい。2月まで毎月3連休あるぞ。うっそ？何ですか？さっきダビスタやってなかった？はい、はい、レバサさんいらっしゃいませ。はい。さあ、さっきまでやってましたよ。ダビスタは、一応1日1時間限定っていうことで、一応今やらせてもらってます。もう。本当はね、ダビスタ、あね、3連休だけの予定だったんですが、まあ、ね、消化不良ってとこもあったんで、無理やり、ね、平日の枠に入れたんで、うん、それで、まあ、ただ1時間だけしかできないんで、申し訳ないです。そういう方針でやってます。はい、47個目さんもいらっしゃいませ。はい。自分も帝王いじりのために来てるんだからね。そうです。勘違いしないでよね。いや、それ勘違いなんですか。そんなにファイナルファンタジー5が嫌だったのか。いや、違いますよ。いや、ファイナルファンタジー5も、だからやれる余裕がないんですよ。だから本当に。うん。だからね、そのファイナルファンタジー5もね、つっかえてますから。このドラクエあと何年かかる？このドラクエなんと、はい、STK さんいらっしゃい。そうですね。今のペースだと、まあ、やっぱり、このペースだとね、最低あと3ヶ月はかかるんじゃないでしょうかね。さすがに何年ってことはないでしょうけど、あと3ヶ月は見積もった方がいいと思いますよ。場合によっては半年ぐらい。まあだからプレイ時間で言うのは多分ね、トータル500時間。いや、もっとかかるんじゃないかなって僕は思うんですけどね。99のパチが500ハマってるのとかたまに見るからな。はい、99分の1で500ですか。
まあ、年内に達成しなかったらリスナーにお年玉ね。お金ないです僕、うん、無理です。僕がねお年玉恵んでもらいたいぐらいです、うん、ね99分の1でねそういうこともありますからね、うん、まあ僕一応今のところそこまでね倍数的にはドハマりしてるのまだないんで、まあ逆に言えばねこれからそれがあるって、いやんでしょ、そんな玉もらってどうするんですか。たまたまギロチンだな。いやんですよな、怖いこと言いますね。木曜日ですか。もう今日は寝るわ。ああそうですか、はい、おやすみなさい、はい、また明日、はい、ダブした一応10時半から明日も枠取ってますんで、まあそちら見たければ、はい、お願いします。昼寝てんの？はい、今ね夜から午前中で枠やってますんで今は昼寝てます。ただ今日なぜかね全然寝れなくて、うん、だからもうちょっと今日ねこの後メンデでドラケ1時半で終わりですから、もうそれでもうね熟睡っていうかもう寝だめしときたいぐらい寝とくつもりですけど、なんか僕ねなんか寝なきゃいけない寝なきゃいけないってなんかプレッシャーがかかるとなんか逆に寝れないというか、何がいけないかわかんないですけどね、今朝だってねウォーキングしてね疲れたからすぐ寝れるかなって思ったんですけど、人間は夜寝るようにできてるから昼寝るの大変だよな。ああそういうのあんですか。いや昼は昼でね、夜になって寝なきゃ寝なきゃって思うと逆に寝れないとかあるって、僕は昼夜はそういう関係ないと思うんですが、ただなんかねそのだから今寝不足なんで、うん、ねえニートだったらねこういう、ね、配信太陽の光で体内リズムがリセットされるようにできてるらしいで、うん、体内ねウォーキングしたら目が覚める。いやでも普通は疲れたら眠くなるでしょう。だそれでね今までねウォーキング始めてからはなんかね結構寝れるようになってたんですけどね、ここ最近なんかダメなんですよ。歩いて疲れても、うん、太陽浴びてから15時間後に眠くなるように設定されてる。そうなんですか。でもね、うん、夜方変えてすぐの時もね別に問題なかったんですけどね、何がいけないのか本当に、うん、だもうねそういう体内時計が壊れちゃってんでしょうね僕、うん、ニートだったらね、それの別にね、例えばね、寝れなくてもね、生活のサイクルがいくらね、崩れてもね、そんな別に眠い時に寝て、起きてる時は起きてやっていいんですけど、こうやってね、ニコ生で配信ね、毎日決まった時間でってなるとね、24時間のサイクルちゃんと維持しなきゃってなっちゃうんで、ね、やっぱり、大変ですよね、その同じ、毎日同じ時間に。ね、寝て起きるっていうのは本当に僕には至難の技みたいですわ。帝王はニートだけどサラリーマン並みに忙しいよな。どうなんでしょうねサラミ
時間構成的にはどうなんでしょうね。まあ今日はあれですけどね、昨日だってね、ペルソナ3時間、ダビスタ1時間、ドラクエ2時間、スパロボ1時間半。生ポで風俗行きたいよ。生ポで風俗、いや、僕そんなダメですよ。生ポでそんな風俗とか何考えてるんですか。生活保護っていうのはあくまで生活の保護であってね、本当にね、必要最低限が飲食、住を満たすためでやってる。そんなダメですよ。ああ。だから僕は、ほんと、そういう意味ではね、今日のほんとメンテはありがたいです。やっぱりね、ちょっと配信時間があれだったら、やっぱりほんと定休日どっかで設けようかなってね、ちょっと考え直してたんですが、そういう意味でほんと今日のメンテは助かったというか、あと1時間ね、やれば好きなだけ寝られますし、メンテどうせ長引くだろうな。うん、まあどうせね、僕の、まあ明日のね、明日っていうかもうね、今日の夜7時までには、まあさすがに終わりでしょうから、まあその点は心配いらないでしょうから。いや、ほんとね、寝れるだけ寝とかないと。なんでしょうね、何がいけなかったのか、ほんとに。気のせいか今日は全然出ませんよね。まだ7回ですか、たった。
最近若返りたい願望が出てきた。はい、65個目さんいらっしゃい。若返りたいね。僕は別に若返りたいとも思わんが、もうね、どうせ若返ったってどうせ疲れるだけだし、若返ってもね、特に何がしたいってこともないですからね、別に。女性にモテたいとかね、人生やり直したいとも思わないし、ね、せめてね、そりゃね、容姿とかね、いでたちとか生い立ちからね、やり直せるっていうのが過去に戻りたいんじゃなく肉体のことね。うん、いや、うん、わかります。具体的にね、若返りというかね、まあ健康だったら別に若返りたいとも思わないですけどね。なんか棒読みが反応するのが遅いね。そうですか。なんでしょうね。いや、僕の方特に何もやってないんで、多分ニコ生じゃないですかね。多分この後一応なんかね、1時半から今日メンテするらしいんで。まあこれもね、その何かの不具合かもしれないから、その不具合を直すメンテかもしれませんし、まあでもなんか大型メンテの割にはね、あんまり大したことやるわけじゃなさそうですし、何をメンテしているのだろうか。はい、68個目さんもいらっしゃいませ。さあ、何をメンテしてるんでしょうね。あんまり
ね、どうせとね、多分サーバーとかに溜まったいろんなあれをリセットするというか、そういうあれでしょう。あれですか。はい。休日という名の休日だぞ。休日なんですか。うん。はい、70個目さんいらっしゃい。まあね、その休日の感じで。目安数超えちゃったね。罰として生詰めね。いやいやいや、別に罰ではないでしょう。ね、そりゃ長いね間仲間集めやってりゃね、こういうことだってそりゃありますよ。ああ。席外してた。どう、はい、進んでる、うん、はい、進んでますよ。カウントが着実に132回まで進みました。はい、130ちょっと失礼。今日はファイナルファンタジー8なしか。そうですね、もうこの後メンテでね、なんか朝までずっとね長時間やりますんで何ですかふーんなんか今日ねすごいテンション低いですね。なんかあったんですか、リアルで。僕でよかったらね、そのうちの相談役相手ぐらいにはなりますよ。来ないね、強く殴りすぎじゃないかな。何時健康さんいらっしゃい。いや別にそういうね強いとかそういうの一切関係ないですから、あくまで運ですから、ね、僕の好きがないっていうか僕が持ってないだけみたいですから、何もないよ、いつも、真面目か、ばかりじゃつまらないでしょ。まあそうですよね。今日はでもやけになんかね、その不運だとかあっそうだとかなんかやたらこだわってたから、なんかね、失礼、リアルでね、なんか嫌なことでもあったのかなって、ご機嫌悪いのか、そう思いますよ。ところでさ、はい、何でしょうか。メンテ中つべでやろう。え、あは、嫌なことといえばダビスタで宣戦布告されたことかな。だ、宣戦布告じゃないです。だあれたまたま広告を見落としただけですから。メンテ中つべでやろう。いやだから僕ね、そのつべで配信したことないんでね、
そういうのは、わかんないんでね、勉強しないと僕ね、いきなりできないんで、今日は申し訳ありません。来週以降だったら、ね、プリが出ると、ちょっとロード長いよね。え、プリが出ると、え、あ、本当ですか。いや、あんまり意識してなかったですね。まあ確かにね、その、出るモンスターによってね、若干、ロード時間、違うっていうのは、まあ、わかるんですが。わかりやすいのは、ジェリーマンって模写するモンスターいますよね。何ですか、サボテンさんいらっしゃい。はい。ね、模写するモンスターだとね、ちょっと若干長いんですよね。まあ、あれは炎、ね、炎、多分模写するから、ね、その、仲間モンスターのね、変身する、グラフィックもね、読み込まなきゃいけないからっていうのはわかるんですが、プチリーズ、長いです。ちょっと長いですかね。あんまり気にしてませんでした。そろそろ一休さんの歌聞けるかな？ああ、そっか、一休さんか、そうか。ね、言って、このところね、全然ご無沙汰ですからね、あと、59回ですか。今日は無理ですね。明日、2時間やって、ギリギリ届くかぐらいですかね。そう考えたら、そうですね。たまにはね、一休さんぐらい歌わないと、ね、僕も。そんなに、どうでしょうね、目的にあんまりそこまで差があるとは思えないんですが、あれ、やるとき言ってね、ミュートするから。いやいや、言わなくたってカウント193になれば歌うだけですから、カウント193になったらミュートすれば大丈夫ですよ。どうしてもね、聞きたくないとおっしゃるなら。いや、本当に眠い、もう。1930回の一休さん希望。1930。いや、それだったらまだなんかね、2000でなんか記念に歌った方がいいでしょうけど、さすがにこいつでその1930回はさすがにないです。まあ、あるとしても500、これで500はきついですね、本当に。
あ、ちょっと失礼。ごめんなさい。ちょっと、表示、ちょっと、ちょっとお待ちを、って思っても、どこだ。あった。ちょっと失礼。ごめんなさいね。ちょっと表示がずれちゃいました。あ、そっか、ここでよかった。失礼。すいません。直しました。申し訳ない。出ない。ね、今日121から始めたのに。全員集めたら主人公と3匹で記念撮影ね。全モンスター。いいですよ、別にそこまで。あれ、場所は妖精の村でね。なんで妖精の村なんですか。出ない。やっぱなんか、ね、コロよりもやっぱりプチの方がきついんですかね。単純な確率って意味で。10回に1回ぐらいやな。コール来ねえなぁ。はい、コールじゃないです、おつまです。なんすか、なんかすごいラグがあるんじゃないですか。プチプリストですからまだです。なんかね、ドラクエも最近全然本当に引きが悪いというか、急に流れが悪くなったというか。こんなんで本当にね、まだ、確率の調整されてんじゃないの。どういうことですか。確率の調整って、どういう意味ですか。まあね、でもね、不正しちゃおうぜ。不正しません。言ってここまでね、正候補でちゃんとやっていったのに、ここで不正なんかやったら元も子もないでしょ。ねえ、仮に不正やったらね、このゲームだけじゃないですよ。僕のやってるゲームね、すべてでね、もう信用が失われちゃうんですから、それはダメでしょう。
確率の調整なんかあれなんですか、出ないよう、ね、に調整とか、こんなねガチャとかね1円の1回も2回も変わらないよ。いやいや、まるで今までしてないみたいな言い方ですね。まるで今までしてないって1回もしてないでしょ。なやめてください、そのまるで今までなんかしたことあるかのやめて、ちょっとそういう本当にね、そういう誤解を与えかねないねはコメントは、うん、僕が一体何でやったっていうんですか、不正ね、その、うん、どういうことをねえ、どういうことって僕が聞きたいですよね。どういうことじゃないですよ。帝王のこと信じてたのに。いやいや、だから、やってないですって。ごめん、あれは内緒だったね。いや、何さも知ったかぶってるようなコメントしてるんですか、やめてください。本当にそういう状態、シャレになんないですか。人がこんなね、寝るもんも惜しんでてか、ねえねえ、寝れなくて苦労している時もこうやって頑張って。はい、どうも、97個目さんいらっしゃいませ。はい。プチプリストでちょっとハマってます。うん、本当に思わせぶりな、やめてください、うん、仮にね僕がやったっていうのはどこでね何時何分何秒でどのゲームでやったかね、それを明言にね指摘してみてくださいよ。それ以外起き上がってもダメってひどい縛りだな。きついですね、だから効率は悪いですよね。そろそろ寝るわ、帝王の身体を休めるんだよ、はい、休みたいです。はい、どうもおやすみなさい。まあ、だからね、うっかり間違って倒しちゃったらね、起き上がってもそれはごめんなさいってことにしなきゃいけないんで、うん、小学生みたいなこと言うな、わらわら。だって僕小学生ですもん、実質精神年齢的には、うん、小学生と同レベルですから、うん、生詰め3匹集めないといけないの。そうです、各3匹仲間になるまで次のモンスターには、ま、はい、ウニさんどうもいらっしゃいませ。はい、あくまで今仲間にできない不正したんですか、してません、してませんしてません。何が4匹、あ、モカランさんいらっしゃいます。4匹、いや4匹はダメです。1種族で仲間にできるのは、PS だと全種体体の飽きなかった気するけど、はい、プレステだとなるんか。そうですね、あのプレステだと各モンスター全3匹だから全199匹仲間にすることができます。だから DS 版だとね逆に減っちゃったんですよね、モンスター仲間にできるね全体の総数が。まあ各1匹ぐらい仲間にできる猶予あるんですが、私も選手最低1体から集めた時はきつかったな、ね、ただねドラクエっていうかあれだと2匹目3匹目はさらにね確率下がっちゃいますからね、結構きついですよ。4匹だよって言ってもね、一応その4匹目までの名前はありますけど、一応最大3匹までしか仲間になりませんから。それを3からだって頭おかしい企画だな。ん？頭おかしいでしょう。うん、だからね、うん、頭おかしい配信やってるんです。まあよかったら見ててください。うん、もうなんだかんだ言って、まあ、うん、ね、7月から始めて、今日で丸3ヶ月ぐらいですかね。うん、もうそれぐらいやってますから、うん、ね、言って毎日、まあほぼ毎日ね欠かさずやって、全部一匹でも結構きついよね。全部一匹だってきついでしょ。名前は変えてた。あ、名前は変えてました。うん、まあね名前は、うん、ね4匹目の名前は一応存在するんですね。3匹仲間にした状態で1匹のに返して新たに仲間にすると。ね、名前自由に変えれるから4匹目意味ないよね。そうなんですね、そこなんですよね。ドラキーのドラッチとか可愛くねえなって思ったから、うん、パタタとか。ああ、そうですか、うん、ね、名前は1匹だけは余裕だろ。いや余裕ではないでしょう。いや、さすが256分の1とかね、やっぱハグレメタルは、いや普通のねプレイヤーにはちょっと結構ハードル高いですよ。それはね、1024分の1と、いやね、普通の人にはちょっとそれは
ああ、あまりにもだし。いやー、しかし来ない、来ない。余裕じゃないよ、笑。ね、余裕ではないですよ。はぐれメタルガスっぽい時間かかった。わかりますよ、かかりますよね。うん、まあ、運が良ければね、早く刺さって終わる人もいるかもしれませんけどね、ハマった時の地獄はね、やった人レベル99になってから狩りまくる意味の中の意味。まあそれでもね、何ですかね、何 ?YNY? 何何ですかそれは。今からだとね、うん、まだプチタークとプオンはまだ上がりきってませんから、うん、まあそっちをね上げる楽しみってのあるんですが、シリーズはね言って経験値少ないですかね。そうですか。全部集めたかったというか、はい、こだわりのモンスター絶対仲間にしようとしてたらミルドラース撃破レベル60とかになっちゃって、はい、うん、ありますよね。帝王様エロい、はい、120コムさんいらっしゃい、うん、ね、僕もね、いらないのもワンサか来てたからついでに集めるかってノリで。そうですね、だからハグレメタルなんかね一匹仲間にしようとしたらプレステ2班も、ね、雲の巨人って仲間になるの。雲の巨人、雲の巨人、え、雲の巨人、それあのドラケ6じゃないですか。ドラケ6のランプの魔王じゃないですか。雲の巨人っていうのは、うん、ドラケ5のスタートして、だいたいベホマスライムの野郎のせい。え、ベホマスライム、ま、ベホマスライムそこまでじゃないんじゃないですか。やっぱハグレメタルは。あ、6か、わら。それ6のランプの魔王と勘違いしてる。だと思います。うん、ね、うん。ベホマスライムはね、言ってそこまで。帝王派ドラクエ博士なの？いや、博士ってほど詳しくもないです。うん、まあ。ドラケ5の仲間モンスターだったら、まあちょっとは多少他人よりはマシかなぐらいのレベルですから。水の洞窟で仲間にしようとして、ああ、そういうことかね。でもあれベホマスライムだったらね、あのメダロウの島だったらね、あそこベホマスライムだからね、いくらでも。ああ、逃がしだけ縛り、ああそうなんですか。あね、でもどんどこレベル上がってって。そうですか、それは大変ですね。ベホマスライムね、僕もうちょっとしたら。ありますからね、うん。ね、多分今、プチプリーストやって、その後、プチマージ、ブリザードマン、ベホマスライムですね。で、ベホマスライムの後が、ヘルバトラーって、そんな状況です。地獄ばっかしですよ、言ってる。ん？違う、違う、ブリ、違う、ブラウニーがいるのか、そっか、ブラウニー、ブリザード。真似しない方がいいよ、難易度下がって思んない。そうですか、うん。僕もね、結構言って、あんまり低レベル攻略とかね、やった口じゃないですかね。まあ、強いて言うのはね、今回の、縛りでね、最初がアームライオンだったおかげでね、それまでアームライオンのいるね、デモンズタワーまで仲間モンスターね、全然いないで。王子町でキメラ弱いってる人いたけど、マジ？いや、弱くはどうでしょうね、そりゃ、ね、ラスボス戦までって考えたらそりゃ、あれですけどね、キメラが仲間になる段階で、ね、連れていけば、ね、ベホマ使えますし、ルーラも覚えますし、火力もそこそこありますし、普通には使えますよ、道中なら、うん、まあさすがにね、そのラスボスとか終盤までってなるとちょっと心もとないっていうのはありますけど、弱いってことはないと思うんですがね。スーファミ版だと最後まで使ってた。ああ、そうですか。まあね、だから結構使えると思うんですけど、僕縛ってどうするんですか。ああ、来ませんね。まあ、それはそれで、一休さん、明日歌えるから、
楽しみなわけではあるんですが、待て、今ちょっとおかしいこと言わなかった？え、僕なんかいました？僕は何もおかしいことは言ってないはずです。チャーシュー何ですか？アームライオン出てきたからどうたらこうたら言ってたけど、はい、だからあの仲間モンスターをそのゴジョン寺に集めてるんですよ、僕の縛りだと。自分で標的決めるんじゃないの、これ。違いますよ、ゴジョン寺ですよ。だからアームライオンからキラーパンサーの強さがな、残念。仲間にしなきゃいけないんで、だからね、アームライオンってあのグランバニアのね、あのデモンズターンのとこにしか出ませんから、そこまでは僕道中一人旅でほぼ行ってたんですよ。50音順、うん、そうです、タイトルにも書いてあるでしょ、五十音順フルコンプって、うん、だからその縛りやってたんで、あーもうですね、はい、何ですか？いや、まあ、何て言うとしてるか、大体察しがつきますけど。頭おかしい縛りだな、わらわら。いいじゃないですか、僕が好きでやってるんですから。図鑑ガン無視だからな。うん、だから、アームライオンから、はい、やって、うん、だそこまで本当に道中一人旅でね、その、結構ね、溶岩原人とか、あと、カンダタですか、あいつらに結構ね、やばいっていうか、泣かされましたけど、うん、なんとか耐え忍んで、うん、突破して、うん、まあ、結局、効率考えたらね、アームライオン仲間にするのに、やっぱ仲間いた方がいいから、人間は一応使用禁止とかじゃありませんでしたからね、うん、ジャミも結局一人で倒して。こうやって本順と五十音順があってだな。そうなんですか。あなたも結構お詳しいですね。溶岩昔トラウマだった。うん、ね、言って一人だとね、鉄の盾って、じゃん違う、マジックシールドですか。あれでちょっと軽減されるぐらいですからね。他耐性ないですからね。チャーシューになって反省するとか、身体張る帝王さすが。違います。あれを縛りきちいな。だからね、道中ね、ちょっと回復はなんとかなるんですけど、ただその回復の。あれって眠りつくっけ？ん？いや、わかんないです。ストーリーはどこまで進んでるの？ストーリーはもう一応クリアしました。ね、だって。聞くなら安眠枕を。ただ安眠枕って確かね、その単体でしか寝かし効かないですね。あれ3体いますからね、寝かしやってる間にね、あれですから、で安眠枕無理ですし、あとなんかコアモテかがしですか、あれが効くらしいんですけど、ただあれもね、そのキラーパンサー仲間にしないと手に入らないんで、昆布音とかの前に見えたから全クリしてますな。そうですね、はい。だからプチタークいるんですからね、言って。家にいたら原人なんとかなるっしょ。うん。え、いや、だから仲間にできなかったんですよ。だから。ね、五重人なんで、うん。アームライオンのところまでね、仲間できない、仲間にしない縛りでやってたんで。キラーパンサー仲間にするのも含まれるの？キラーパンサーもだから五重人で。だからキラーパンサーも仲間にできなかったんですよ最初。だからね、そのキラーパンサーが仲間にならないと、そのね、雄たけびのこわもてかがしもね、手に入らないから、それもね、一人旅では使えなかったんですよ。やっぱり仲間の枠を女のか。そうですね、はい。だ本当に道中ね、回復をこれくに見えるなって何回も思ってた。ああ、そうですか。うん、プオンでいいんですよ。だから、回復はまあ、ヒットポイントは追いついたんですけど、MP が足りないんで、あの、カジノのね、エルフの飲み薬ですか。あれを、ね、リアルにゴールド貯めて、コインで交換して、なんとかそれで、持久戦で、買って、まあ、キラーパンサーってモンスターを仲間にするのとシステム的に違うやん、はい、みたいな言い訳は禁止なのね。そうですね、僕もね、今回やって初めて知ったんですが、やっぱりね、ゴジョン人に集めてもキラーパンサーがね、一番リストの最初に来ちゃうんですよね。だからキラーパンサー、カジノ禁止、カジノ禁止じゃありませんけど、
カジノもね、お金貯めるっていうか、コイン貯めるの面倒っていうか、まあ、カジノが禁止じゃないですけど、カジノの裏技はね、禁止にしてましたんで、うん。だからね、リアルでコインの枚数分お金貯めて飲み薬集めてたんですよ。子供の時に仲間にしてるからだろうな。そうですね。じゃあゴールド突っ込まなくても。いやでもカジノでね勝つのも結構時間かかりますからね。僕カジノもなかなかねガチで行ったら勝てなかったんで、うん、裏技なんか使わずに私100万枚持ってます。すごいですね。そんなあるんですか。羨ましいですね。僕欲しいですよ。言って今のコインの枚数何枚ですかね。多分ちょっと待ってください。ねえ、だからカジノ全然景品変えてないから多分今メダル、カジノコイン15枚しかないんですよ。お金はあるんですけど、うん、すごいですね。100万枚羨ましいですね。僕なんか今15枚しかない。最後200万かな。おーすごいですね。ね、どうやって貯めたんですか。スロットですか、うん、ポーカーのダブルアップないんこっち。いやありますよ、うん、あるけど僕運が悪いんでなかなか勝てなくて、うん、だから本当はねキラパンサー別に一番最初に仲間にしてもねリストの見栄えってことに関しては影響なかったんですよね。あそうですか。スロットはダメですか。あれでいけるポーカーでいけます。裏技は電源入れて一直線ってやつでしょ。そうです、それです、うん、まあね、多分それの方、それがね、一番効率考えたら一番早いんでしょうけど、うん、その今はまだいいんですけどね、ちょっと前までね、今僕のやってるプレステ2、なんかあれ特任の癖っぽいの強いんで、流れ読めるようになればダブルアップで一気に稼げる。そうですかね。ね、その時ね、僕のプレステ2ね、なかなか。絶対そんな不正技使わねえわ、うん。そうですか。なんかね、ディスクの読み込みがちょっと、かなり不安定だったんですよ。今、まあ、もう大丈夫なんですが、うん、だからそのカジノのね、リセットっていうか、電源技っていうんですか。あとは闘技場とかも結構慣れていけるとこまでいける。そうですかね。うん、ね、それで、だからその裏技自体ね、ルールとして縛ってたっていうのもあるんですが、元から、ね、ちょっとプレステ2の挙動が不安定だったんで、できなかったんですよ。だから結局、カジノやらずじまいで、まあなんとか進めたんですよ。うん、ねえ、カジノできてたね。したらリセット。うん。あ、うん。まあね、そういうリセットもルールとしては禁止してるんで。うん、そっか、うん、縛りでリセットなしか。そうです。うん、いや、さすがにリセット針なら、ね、カジノね、スロットだって、ね、ポーカーだって、やってればいいですか。カジノやらないわ、そりゃ。勝てるでしょ。うん、ね、それでカジノ勝ってりゃね、序盤でメタルキングのね、剣手に入って、ね、まだ溶岩ニュージーとかね、神田とも楽に勝てたんでしょうけど、まあそのおかげでかなり苦労したり、まあはい。着くまでのタイムで2回目でスイカゴが来る、30以内にもう1回スイカゴ来るね。そういうのありますよね。うん、まあそれがね、できてればね、楽だったんでしょうけど。おかげでね、道中途中までは。いつかっていうか数十分で行けたかな、うん。もっと早いか。はい。まあそういうね、観覧進行を乗り越えて、今ここまでようやく、ようやくでもないけど、まだ。ポーカーのダブルアップ割とおかしいからあれ。まあうん、そんなにですかね。うん、裏ならどうでもいいけど配信でそんな不正は許しませんでしょうね。まあそういうこと言われるでしょうからね、やってませんから、うん、ね、だから僕そういう不正がね、大嫌いでもないんですけど、配信する上ではだから不正とかね一切やってませんからね、たまになんか不正とかね言う
リスナーさんいるかもしれませんけど、そういうのはあの耳を貸さずにスルーしてください。僕はガチでやってますから。うんじゃないでしょ。うんじゃないでしょ。ねえ、人こりだけ熱弁してんのに。ねえ、こういう人がいるんですよね。今の180コメみたいな人がたまにね、こうやって不正とかって言うんですけど、そういうのはあのスルーしてくれていいですから。配信するではやってない。テーマ言ったぞ、こいつ。いや、だからね、そりゃ、配信する上ではって、そりゃ、別に配信しないで個人で楽しむ分には、そのチートとか使うのは別にいいでしょ。うん。ねえ、そりゃ、ねえ、それは別に個人の自由ですから、チート、ねえ、使おうが。だから、配信の時だけやってなきゃ、別にそれはいいでしょ。うん。ドラクエ11の称号のダブルアップのトラウマが蘇る。何ですか、そんなのありましたって。いや、僕、あんまり称号、ドラクエ11もあんまりそんなにやってないから。っていうか、あんまりね、別に。チートはチートね。チートはチートねじゃないですけど。だからあんまり称号とかそういうのも集めるのこだわりはないんですね。だから本当にドラクエ5っていうかね、仲間モンスター集めだけはね、ちょっとこだわるというか、そこだけですよね。本当にコンプね、プレイにしても、いや、まあ嫌いって言ったから裏でもやらないみたいな口ぶりに聞こえたんでね。いや、嫌いではないですよ。イフンロクもカジノやんなきゃいけないんですか。おはよう、チートしてたんですか。してません。帝王さん最低ですよ。いや、だから配信ではしてません。10回連続、うん。だからチートだからね、リアルではだからね、配信じゃないゲームの時はそれはチート使う時もあるかもしれませんけど。ね、帝王最低だな。チートだな、んでそれで最低だなって言うんですか。スフク版ならすぐ集まるのに。ああ、等し好みでしょ、うん、ねえ、それで集まったからってそれは楽しくないでしょうね。もうそれがねえ、それがねえ、いくら集められてもそれがねえ、ゲームの楽しみ、まあねえ、そりゃねえ、仲間にできないのもね、あっさり仲間にできるっていうのはいいことではあるんですが、まあ、やっぱりね、苦労してね、倒して時間かけた時に起き上がるからこそね、味わえるね、感動とかもあるわけですから。はい、え、何ですか。集めないと思んない。ね、そうそうそう、帝王が不正縛りとかはロス。何、意味がわかりません。 3DS 版っていうか DS 版ですよね。カジノ縛りで開示やろ。カジノ縛りで開示、意味がわかりません。どういうことですか。ね、ペルソナもカジノやんないとダメなんですかね。言って言ってやりたくないんですけど、そんなカジノカジノやんないときついんですかね、うん、これクリアしたらリセット縛りで開示だな。何言ってんですか。DS 版ではないんか。ないですね。時間気にしないと、うん、え、時間気にしないとって、え、はい、うん、そりゃカジノはほぼ必須だし。そんな必須。ガス団子仲間にした。はい、203ごめんなさい、いらっしゃい。ガス団子、僕がガス団子ですから、別に仲間にね、わざわざする必要はないでしょう、うん、僕がいますからここに、うん、時間気にしないとって、まあ1時半ですよね、うん、1時半までに終わればいいんですよね。だからまたね、例のごとくね、終了5分前になったら撤収してセーブして終わりますか。大丈夫です。時間をちゃんと確認してますから安心してください。いや、だから今度はリセット縛りでカジノ枠を取る、はい、リセット、いや別にそこまで、カジノは別にカジノ自体にあんま興味ないですから、仲間にしたらもうドラケ5は終了です、うん、別にコンプリートとか特にそういうのこだわりないですから、あくまで仲間モンスターだけ集めれば僕の配信は終わりますから、うん。リカームドラ派仲間になるの？何ですかそれ。リカームドラ魔法です。このメガダルロックも後々仲間にしないといけないと思うと。そうですね、次何やんの。でもまだメガザルロックは出やすいからいいでしょ。え、次何やんのって、次何やんのって、まだそこまで考えてません。多分これね、ドラクエ5まだね、年内じゃ。リカームドラってなんだ。リカームドラってな、分かりやすく言うと
あの、ペルソナっていうゲームの魔法ですね。はい。まあ、強いて言うなら、あの、ドラクエで言うとこのメガザルですか。うん。ただしね、あの、死んだ人は生き返らないです。ベホマズンをやる代わりに自分が死ぬっていう、なんか、あんまり効率の良くない。うん、まあ、知りたい人は僕のコミュニティのとこにある動画見てくれれば、わかるかもしれません。自分の命の犠牲にして他人は生き返らないっていう魔法です。手安いからいいでしょ、じゃなく、わざわざ逃げなきゃいけないのが、ウィザードリーみたいなの？そうですね。ウィザードリー、なんかね、その、ね、3D ダンジョンの RPG ではありますね。あの、ペルソナ1は。出やすいからいいでしょ、じゃわざに、いやキラーマシーンから見てませんでしたが、はい、すごい進みましたね。そうですか。はい、どうも、カレンさんですか。はい、どうも、お久しぶりですかね。すごいって言ってもね、まあ、結構進捗は、ペースだいぶ下がりましたけどね。まあ、それでもね、一応、ほぼ毎日、ね、少しずつでも進めてましたから。まあ、まだ、もうちょっとかかりますけど。まだあとね、多分1日2時間じゃ、言うに3ヶ月はかかるでしょうから、まあ気長にご視聴ください、もしよければ。なんか急になんか終了間際になって人が増えてきましたね。まあ多分ね、ニコ生メンテだから。仲間にする気なかったのにギガンテス、なぜかさんからだもいる。メンテでサボれる口実できてよかったね。サボれるって。まあ今日は本当にちょっと休ませてもらいます。もうちょっと寝不足ですから。そういう意味では本当、今日のメンテはありがたかった。ギガテス。頭に下からアルプスって名前つけた。はい、なんでですか？してるのにサボって枠消化しようと家庭を最低だな。違います。何を毎日してるの？サボってじゃないでしょ。メンテナンツなんだから配信しようにもできないでしょ。ドラクエやりすぎてハゲ上がってるってマジっすか？はい、いや、違います。218コムさん、いらっしゃいませ。はい。あの、僕ね、底辺でデブで、中卒で、ニートで、DT で、コムショですけど、あの、髪の毛だけはふさふさです。はい。そこだけは、あの、誤解しないでくださいね。今日メンテなんて、メンテですよ。1時半から、この後すぐ。だから、あと10分ありませんよ。うん。だから僕のこの話もあと5分ぐらいしたら撤収して、セーブして終了しますんで。はい。お願いします。富士山でもよかったな。違いますよ。ふさふさですよ。ほんと、はげてないことだけが僕がね、唯一誇れる数少ない自慢ですから。ちゃんと弁明しといたぞ。何をですか？違います。弁明って言わないでしょ、そういうの。またメンテ延長したら本社リアル爆破してきて。いや、それは僕に頼まないで。すぐやろ。いやですよ、お金もないし、お金ないです、僕。ね、そんな DT 捨てる、ね、せめて DT はすぐやろうって言っても、誰かそのお金を僕に恵んでください。そしたらね、DT ぐらいは確かに捨てられるかもしれませんが。帝王が不正を隠すためのメンテ。違いますよ。水虫は持ってますか？ああ、ちょっといるかもですね。お金あったらやるのか。いや、やんないでしょ。言っても僕結構ね、年齢、ね、もう初老に近いあれですけど、ね、そんな。ね、それだったらね、そんな本当に DT 捨てたいんだったら、ね。そこらに女見えてるやろ？ハイエースしてこいよ。ハイエースありませんよ、僕。あ、そっちか。それに犯罪だし。本社の方かと思った。何が本社の方ですか？どういうこと？どういうこと？陰菌に気をつけてくださいね。陰菌、いや、大丈夫だと思います。メンテは何時まで？わかんないです。あれ、多分朝の8時だから。お金あったら本社に嫁るのかと思った。いや、そんなことしませんよ。なんでお金持って本社に嫁るんですか？意味がわかりませんよ。来ませんね。
とりあえずあと2分ほどで、はい。水虫って1日1回足洗うだけで感染しないんだってよ。そうなんですか。まあ僕も朝8時半まで。いや、そんな長い、やっぱ長いですよね。だから。ごめんな。うん。だから今日はもう配信。違う。お休みです。お金持ってじゃない。ということでね、うん。まあ、爆弾持ってとかって、そういうこと？爆弾？なんでしょうね。また昼過ぎまで伸びると予想。そうなんですかね。あんまりね、僕この時間、まだ枠変えたばっかりだから、詳しくないです。結構メンテ延長多いんですかね。うん。その爆破の費用あったら、死ぬ気のとんでもないやつかと思った。はい、そうですかね。定期的にメンテやらないと、まあね、サーバー持たないんでしょう。サボるとか帝王最低だな。サボりじゃないでしょう、ね、あくまでメンテがあるから配信できないんですから。メンテカードをすっかな。どうやって寝よう。どうやって寝ようって、横になれば寝れるでしょ。僕なんかもう眠くて眠くてしょうがないですよ、うん、これラストですかね。157か、ちょっと中途半端か。いやー、今日は全然坊主ですね。うん、あと、どうでしょう、あと2、3回、釣りで、うん。うん、釣りの変化でラストですかね。横になって寝れるなら苦労しない。そうですか。これ、面接たら裏だからチートかですって言ってやらんよな。やりませんよ。やりませんよ。何をやるんですか。はい。じゃあ撤収します。もうちょっと今日、まあ本当はね3分ぐらいまでやってもいいんですが、今日はメンテあるんで。240人1人で寝た前何歳だ。30回くらい戦えた今日ですかね。そう、今日121だから、あ、36回ですかね。うん、36回だから、まあそこそこ平均ペースですかね。うん、平均、本当に平均ですね。うん、ということで、申し訳ありませんが、ここで枠は終了させていただきます。1時間半ご視聴どうもありがとうございました。はい。また明日深夜0時から2時間枠でお送りしますので。ちょっとハマっててくさ。そうですか。いや、まだ言うほどハマっても、いや、ハマってるな。たまに虚しくならない？こんな縛り。虚しくはならないですけど。昼末。ねえ。眠くなって辛いなーって思う時はあります。帝王の高熱気枠はいつ配信？そんなもんありません。はい。いや、昼末って昼やりませんよ。うん。ということで、はい、終了します。はい、どうもお疲れ様でした。皆さん